はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。私はサラリーマンや会社員の方たちをただただディスっている自称 SNS 起業家の人たちに対してものすごく違和感があります。それについて自分なりに分析言語化してみました。今回の動画もし参考になったな、共感できるなって方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。今回のポイント3点あります。まず1点目、会社をディスるということは将来の自分の会社をディスることにつながるのではないかということ。2つ目、会社員をディスるということは将来の自分の会社で働く従業員をジッパ人からげでディスっていることにもつながるし、その人がたまたま会社員向いていなかったからといって会社員が不必要な存在ではないんじゃないかということ。3点目、彼らの思想というのはオウム真理教の空眼という思想にものすごく似ている気が個人的にはします。空眼、毛眼、中眼っていう3つの思想のうち中眼という思想を重要視すべきだなと個人的には考えていますので、なるべく難しくならないようにそこら辺についても少し言及させていただきます。まず1点目、会社をディスるということは未来の自分たちの会社をディスっていることにつながるのではないかという話についてなんですが、完璧なシステムを構築している社会の経済活動を行う組織構造体の中で働くということを否定しているわけですが、我々がもし起業して会社を立てて会社を大きくしていくに従って部署が増えていったり、おのずと従業員がもっと必要になってきたりするはずなんですね。人を募集するくらいに大きくなった組織体に対して否定的な感情を持つということは、自分の会社が大きくなっても従業員は雇わないっていう方針なんでしょうか。彼らはもちろん外注外注で取引することはできるものの、やはり多くの従業員を抱えた会社に対する安心感や信頼感っていうのは一人でやっている人に対するそれらよりも格段に高い場合もあるわけです。詰まるところ、自称 SNS 起業家がディスっている会社というのは、彼ら彼女らがその後会社を大きくしていった結果、組織が複雑化して従業員が多くなってっていう体制を構築した後の未来の自分たちの姿を否定しているというようにも私としては見えてしまうので違和感を感じます。2点目、会社で働いている従業員をディスるということは先ほどの話の延長線上のことなのですが、自分の会社が大きくなってその会社で働く従業員をディスっているのと同じことなんじゃないかなって思うんです。つまりみんな起業しろみたいなことを言ってるにもかかわらず、自分の会社が大きくなったら従業員を雇おうとする、これは二律背反している行動ですから、起業して会社を大きくさせたいのか、会社は一人でやりくりできるようなちっぽけなものに留めておいて従業員を雇わないことが正義と考えているのか、そこら辺の思想っていうのがグラグラしている、もしくはそういった理念がない、理念なきベンチャーのような形態を取りたいんじゃないかなっていうふうに邪推してしまいます。また会社員になる、従業員として働くっていうことについて2点突っ込ませていただきたいんですが、例えば私会社を経営していますが、社長だから偉いなんてことはないんですよ。むしろ従業員としてしっかりと働くことができないやつだから自分で仕方なく会社を立てたみたいな感覚も少なからずあって、もし従業員として働けるのであれば、それはそれで素晴らしいことだなっていう気持ちはあるので、サラリーマン従業員として働いている方に対する敬意は常に持っています。なぜならば自分が社長をしている人であれば本来分かっていることだと思うんですが、自分で起業して経営するとその収益というのは青天井ではあるものの底なしなんですね。要するに儲かれば青天井で儲かるかもしれないですけれど、うまくいかなければマイナスマイナスマイナスになってしまうんですよ。一方会社員従業員の方っていうのはもちろん給与的には頭打ちする金額はあると思うんですが、同時に加減も存在していますよね。要するに安定的にある一定範囲の収益を毎月必ずいただけるっていう確約があるわけで、それはものすごく素晴らしいことなんです。わかりやすい話すれば、私ネット物販講師やっているんですが、商品リサーチを1000商品行っても1兆商品行っても一度も買い付けなければ収益は0円、それどころかマイナスになってきますよね。つまり時間をかけたらかけただけ定額の収益が得られるような状況ではないということです。起業して青天井底なしの生活を営むのか、従
従業員、会社員として働いて、上限も下限も決まっている安定的な生活を営むのか、どちらがいいかというのは一長一短であって、必ずこっちがいいダメっていう話ではないと思います。自称 SNS 起業家が万が一会社を大きくすることができて、将来的に従業員を雇うのであれば、その従業員の人たちを否定しているところから入っているわけですよね。もしくはその SNS 起業家みたいな方が何かしらのコンサルなどで生徒を募集する際、生徒さんのほとんどはすでに仕事をされている従業員の方だと思うんです。従業員をディスってる人の元で従業員が教えを請うというのは、私とすればなんか引っかかりがあるんです。3つ目、オウム真理教の空間的思想があるので、私はものすごくリスクに感じるという話なんですが、そもそも仏教の空間、華眼、中眼っていう考え方の空眼というのは、この世のすべてはまやかしだという考え方なんですね。次に華眼という考え方は、まやかしではあるんだけれども、そのまやかしの中でみんな楽しもうぜという考え方です。この世はゲームなんだけど、そのゲームはゲームとして楽しめばいいじゃんって考え方が華眼という話です。そしてこの中眼というのは折衷案みたいなものなんですが、このゲームの中には一人一人の役割が存在していますねという考え方なんですよ。じゃあこの空眼の何が恐ろしいかというと、まやかしの世界の中でこの人が何か悪いことをしている、もしくは自分にとってはよろしくないことをしている場合、この人を殺してしまった方がこの人が救われるっていう考え方が空眼であり、要するにオウム真理教のポアの思想がここに当たります。もっとわかりやすく言えば、会社員をただただ否定するというのは、会社員はこの人にとってよろしくない職業だからこの人を否定するっていう、ものすごく一元的、短絡的、主観的な考え方で、これが空眼っぽい考え方だなって思うんです。しかしながら、この人は従業員として愚痴や文句を言いながらも一生懸命働いていて、それによって奥様やお子様を笑顔にしているという役割があるわけなので、中眼の考え方からすると、この人のサラリーマンという役割はそれはそれでものすごく大切なものだ、社会的にも家族的にも他の誰かにとってもものすごく大切な立ち位置だよねっていう考え方を持つべきだと思うんです。自分が社会不適合者だったから、自分が従業員向かなかったから、自分は起業してうさんくさい虚業を行って大金持ちになったから、会社員を否定する、従業員を否定する、会社を否定する、会社で働いている人たちを全否定して自分のやり方をやろうっていう考え方に至ってしまうのは、極端な言い方すれば、この人は会社員なんかやっているのであれば生きてる価値ないじゃん、意味ないじゃん、この人の人生って勝手にレッテルをベターっと貼り付けてしまっているような状況なので、人にはそれぞれの役割がある。例えば映画館でちょっと騒いでいる女子高生がいても、この人がいるからこそこの人のお父さんお母さんは一生懸命笑顔で働くことができるだとか、そういった多角的な視点で物事を見る、人を見るっていうことができていない狭窄的な視野の持ち主なんじゃないかなって思うから、リスキーだなと考えているということです。というわけで、今回は会社や会社員、従業員の方々をただただ無下に批判している、ディスりまくっている自称 SNS 起業家の考え方や思想に対する違和感について話をさせていただきました。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。